今日本の国も様々な課題はありますけれども、
国民市民が日常の生活を過ごせる、このありがたさを改めて私どもは認識をしていかなければならないと思います。そのためにも第1空挺団をはじめ全国の自衛隊員の皆さんを支えていくことが何よりも大切でありますし、改めて大変長い時からではありますけれども、今日ご参加の皆様にもお願いを申し上げる機会でございます。それでは第1空挺団をはじめ自衛隊員の皆さんの今後ますますの活躍と日本国民の安全とご多幸、そして何よりも世界の平和が確実に一歩前進する年になることを記念して乾杯をさせていただきたいと思います。それではご唱和をお願いします。乾杯。ありがとうございました。皆様引き続きご歓談ください。大臣は八重のお席まで隊員がご案内いたします。ご講談をお願い申し上げます。